庄原市西条町の県民の森スキー場では今朝の気温が1度を記録し、冷たい風と雪の降る中、頂上へと向かうリフトに腰掛けの取り付け作業が行われました。職員はシーズン中の安全運行に願いを込め、12メートル間隔に119機のペアリフトを手際よく取り付けています。作業はこの後荷重試験や制動テストが行われ、国への届け出が終わると準備万端となります。今年は去年に比べ1週間遅れの積雪となりましたが、2万人の来場者を目標に作業にも力が入ります。やっとコロナが落ち着いて、まあ、本当に最盛期のに戻ってくれるんじゃないかというような、あの冬のスキーシーズンになると思いますので、あのすごく期待しております。県民の森スキー場は来月16日にオープンする予定です。